ーパーチームと申します。お願いします。はい、ということでじゃあ自己紹介をしていただきましょうかね。はい、あのボケルバの主催をしてます仙台と申します。はい、仙台さん。あ、ひまると申します。すいません、なんかおぎる人たちのライブに子供が来てしまいました。よろしくお願いします。いいんだよもう。あ、大原と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、連絡申します。お願いします。はい、連絡さん。はい、ワンダーです。あの普段お笑いライブをよく見に行くので、こう TWL に立ててるのが夢のようです。よろしくお願いします。1代目こちらでございます。御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。はい、はい、桐丸さん、じゃあ行きたいと思います。御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。おい、御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。あの立てこもってる犯人がいるコンビニにあの車で突っ込む。御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。あの張り込みをしながらずっとハッピーターンをチュパチュパしている。御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。交通課おばあちゃんにモテる用の手錠のかけ方をしている。なんかまだちょっと生きたい。御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。あの大事件だって言われて、あの僕も見つけたんですけど、あ、老人ホームのベッドが硬いとかくだらないことで。御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。こうブラインドシャッてやってこう離れてみる。老眼だから。御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。あの電動三輪車で移動してるんで銀行から次々とお金が盗まれている。追いつかない。御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。なんかスピード違反の車にすごいゆっくりに見える動きで追いついた。こうゆっくりは動いてるけど、実は早い。めちゃくちゃ速い。御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。おい犯人、いつも年金ありがとうございます。御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。え、何食う？カツ丼。あ、カツ丼か。すごいな。御年100歳のおじいちゃんデカの日常を教えてください。お茶っ葉と間違えて麻薬をお湯に溶いて飲んでしまった。一番ダメだよ。水溶性なのあれ。じゃあ次の話題いきましょうかね。はい。じゃあ